日本をかっこよく、結び大学ナビゲーターの川島正樹です。今回の動画は前回に引き続き、こちら滋賀県近江八幡にあります加茂神社にお参りさせていただいて、ネギである岡田義正さんにお話を伺います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。1回目の動画では日本になぜ神社が必要なのかというお話をいただいたんですけれども、その中で神職ではなくて神主をこう作っていかないといけないんだという話がありまして、はい、職業としての神職はもちろんだけれども、神様に本当の意味でお仕えする、神様に守られる人であるということが大事なんだという話でしたけれども、はい、その中で実際に岡田さんが歩んでこられた人生、どのようにして神主になられたのかっていうことと、そして今こちら隣にいる彼はこの結び大学の祭祀部、お祭りをしている部署がありまして、そこの神主をしている高橋。はい、高橋です。はい。その高橋が今、神主になりたてで、神主の卵って言ったらいいんですかね。っていう中で、その実際にこの加茂神社でもいろんなお勤めを教えてもらっているっていう中で、実際にこの神社の裏側ってどう回っているのとか、実際にこの神主さんは何をされているのかっていうことは、あまりこう分からないわけですよね。そういった裏側っていうのもちょっと今回聞いていけたらなと思っております。ということで、早速なんですけども、高橋がその神主になって、今ここでいろんなことを教えてもらってると思うんですけど、実際にその今までお参りする側だった方から中に入ったわけじゃないですか。そこでこう見てこう感じたことだったり、神社ってこういうところがあるんだみたいな風なことってありましたか、何か。岡田さんはもうずっとされてきたことではあるとは思うんですけど、こちらにお手伝いに来させていただく中で、神主ってやはりお参りしてるところとかは目立つ部分ではあるんですけど、裏側ではすごい地道でコツコツとしたことであったりとか、本当に慎み深く仕事をされてるんだっていうことは、すごいこちらの側になってから分かったなっていうことはたくさんありました。はい、その地道な作業っていうのは、例えばどんなものがあるんですか？本当に細かく言ってしまえば、神社のところにあるしでっていう紙のものを自分たちでカットしていったりとか、お玉串に使うお榊とかも、裏がすごく広い庭があるんですけど、そこにはお榊の木が本当にたくさん生えていて、そういった神社ってそんなに多くはないと思うんですけど、そのお榊もちゃんとまっすぐ剪定をしたりとか。それ、お榊自分ところの神社で作ってらっしゃるっていうのは珍しいことなんですか？どうなんでしょうね。よそさんは知らないですけども、ただ、ここの神社はですね、結構榊をたくさん使わせていただくんですね。なので、榊の芯を落とさせていただくんですよ。芯というのは幹ですね。幹を落とさせていただいて、幹を毎年4本は最低使うんですね。それも身長ぐらいの高さの。なので、そうすると、やっぱりその身長ぐらいの高さまで成長するのには、何年とかでいう年数ではないんですよ。10年以上はかかるんですね。そんなにかかるんですか？かかるんですね。なので、それを育てていこうと思うと、10年スパンで物事を考えていかないといけないんですよ。なので、私たちは、榊が未生って言って、森の中でぴょこぴょこっと生えてくるんですね。それを移植しては育てていったんですよ。それも私は20代の頃から着々としてきた。なので育てていく、で育てていくにもやっぱり良い姿にしてあげたいなと思ったので、その良い姿になるように剪定作業ですねをさせていただいたり、時には私らはですね、榊もね、古くなってくると幹周りがこれぐらいになるんですよ。でそれの上に登っていくんですね。はいはい。なので脚立では届かないところまで、この幹伝いに上がっていくんですよ。なので相当上まで上がってったり、木登りですね、はい、をして上の枝を落としたり、してはいるんですね。もうそれだけで半日かかったりすることもあります。かなり肉体労働ですね。そうですね、はい、実際にその一日のこのルーティーンみたいなものがあると思うんですけども、だいたいその決まってるものなんですか、一日のルーティーン。もうその日その日によって違いますね。そうですか。計画はしていても計画通りにはいかないこともありますし、やっぱりお祭りごとっていうのは、加茂神社であれば年間70回の祭りを行いますから、ご奉仕させていただくにあたっては、ご奉仕の時間は短くても
それまでの準備っていうのは相当かかるんですね、はい、で準備物事前に発注ですねかけておかないといけなかったりとかでそういう作業もありますし、なので目に見えるところっていうのはごくごく一部ですね。まあでも我々の業界だけではなくって全ての業界において昔から言われているように段取り8部の現場2部ですよ。やっぱり現場っていうのは2部ぐらいの仕事しかないんですね。ほとんどが段取りなんですよ、はいはい、だからほとんどが段取りなんでそれはもう皆さんにとって目に見えない部分であると思いますから、うそれはもうどこの業種になっても一緒だと思いますね、はい、ほとんどその準備のところで決まるということですね。そうですね、準備で決まりますね。その実際に高橋に指導される中でまずどういったところから指導されてるんですか？ですね、私はですね、まあ指導者という形にはなるのかもしれないですけど、私は指導してるとは思ってないんですよ。一緒にそのことを確認させてもらってると思ってるんです。なんで私もやっぱり初心に帰らないといけませんので、高橋さんがお作法されてることの見させていただいて、神社本庁祭祀で違うところは違うとご指摘はさせていただきますが、そのことによって自分も確認作業ですね、絶えず確認ですね。なので高橋さんのお祓いであったりとか祝詞奏上であったりとかお作法一つ一つについて違うところはご指摘はさせていただきますけれども、一緒の気持ちでやっていこうと思ってます。なので私は厳しいのかもしれません。厳しい、どうですか厳しい。最初にいじめて良いかっていうことか、もしくは優しい方がいいですか、どっちか聞かれたんですけど、まあそこは果敢にいじめてもらって大丈夫ですと。いじめてるつもりは、まあ、実際いじめられてるわけではないんですけど、でも実際例えば大ぬさをこう払う作法一つであっても、はい、まあ、作法自体が例えば形としてまあ問題がなかったとしても、はい、その作法一つの中でどういう気持ちでやってるかってことはすごく問いかけられるので、はい、このお祓いするときですよね。そうですね、はいはい、なので毎回やってるからとかいつもやってるからって同じことをやってるのではなくて、毎回今目の前の人に対してどういう気持ちでこの作法をさせていただいているのかってことはすごい大事にしなくちゃいけないなっていうのは感じました。確かにね、そのやっぱり客観的に見てると心の中の動きはわからないので、実際にじゃあどういうあそこに一体何を込めてお祓いされてるんだろうかとかいうのは気になりますよね。そこは伺っていいのかあれなんですけど、実際そのあるわけですか、お祓いする時の心持ちっていうのは。祓いっていう行為は晴れっていう語源だと思ってるんです。晴れ、晴れ、はい、曇っている部分があれば雲を取って太陽を覗かせてあげるためにはどうしますか、何が必要ですかって言ったら、風が必要じゃないですか、はいはい、で風が起こらないと雲はあっち行ってもらえない。で例えばその雲をあっちの方にどいていただくためには風を起こしてあげないといけないので、それをまあこう吸い取る気持ちなんでしょうかね、そういう気持ちで心晴れやかになっていただきたいっていう思いで払う行為をさせていただくのが一番よろしいかなとは思います。なのでやっぱりその方を見た時にどういうふうな感性感覚といいますかね、感じ方によってどの部分をどうさせていただこうかっていうふうに思いながら、正しいかどうかは別として、その本人さんの思いをどういうふうにして健やかな気持ちにさせてあげることができるかっていう気持ちで払うので毎度違うんですよ。違っていいんだと思います。高橋さんの立場で言うと、一緒にお祓いしたりお祈りしたりする中で神社に勤めて初めてこう学んだことというか、というのはありますか？まあ、先ほどの話にもありましたけども、目に見えない部分を大事にしたいなっていうのは思いました。やはり神社に来たらまずお掃除から始めたりはするんですけど、やはりお掃除で場を清めることも表には見えない部分かもしれないですけど、すごい大事なことですし、やはり一日の始まりが整った場所からスタートっていうこともそうですし、もうお祭りすることに関しても、まあ、先ほど段取り八部とおっしゃっていたみたいに、もう全部の準備があった上でお祓いができるので、そういった目に見えない部分から大事にしていきたいとは学ばせていただいてます。先ほどのお榊を作る部分に関しても、はいはい、お榊を選定して適切な長さにカットしたりはするんですけど、使えない部分っていうのはやはり破棄することになるんですけども、はい、その破棄する場面ですごい印象的だったことがあって、そのカットをしていく部分で使えない部分をこう慣れてないので悩んでる時があって、これは捨てていいのか、でそれをこう岡田さんに相談した時に、あ、これは使えます使えないっていうことを教えてはもらえるんですけど、その
使えるか使えないかっていう悩む心も大事なんですよってことを言ってもらって、やはり生きてるものなので、なるべく使ってあげたいっていう気持ちはあるから、そういった部分も大事にしてほしいってことは言われたのはすごい印象的でした。ただもう作業として合理的にやるんじゃないってことですよね。なんかでもその、今伺ってて思うのが、今のはやっぱりこう、世の中全体の風潮としては、もう合理的な考え方で、仕事といえば、お金を稼ぐため、生活していくためっていうのが、もう第一にやっぱり来てしまうっていうのが現実になってる方がほとんどだと思う中で、もう神主として勤めるっていうことをね、もう人生のこう本筋に置くっていうのは大きな決断というか、珍しいですよね。で、その中で実際にその岡田さんご自身がその神主になられるまでっていうのは、どういった経緯でそこに至ったんでしょうか。まあ、家がずっと神社の神主で、はい、まあ、私50数代目になると思うんですけど、はい、すごい歴史ですよね。まあ、吉備の真吉の末裔としてここに神様を守るために派遣をされたわけで、まあ、これが当たり前だとは思ってました。ただもう実際にですね、小学校の2年生から私この格好してるんですよ。あ、そうなんですか。小学校2年生からしてきたんじゃないんですよ。させられてきたんです。はいはい。させられてきて、払いの言葉、あげることところから、お払いをするところから、ずっと小学校2年生からさせられてきたんですね。その時には何にも思わない。こうしたらいいんだろう。形ばっかり追求してきたと思いますね。で、そこでやっぱり体験を積ませていただいている中で、やっぱり最終的にはここに神主を本業として自分が覚悟して奉仕するには、やっぱり結構勇気はありましたね。その家系で継いでるところが多いんですか、神社って。ああ、そう、多いですよね。はいはい、うん。そうじゃないところもある。ありますありますよ、はい。例えば高橋さんなんかでも家系ではないですもんね。そうですね。はい、ゆくゆく、ひょっとしたらこのまま体験踏んでいただいて、どっかどこの神社の宮司をされるやもしれませんし、まあ、その可能性は大ですからね。神主の家で生まれたわけでもないのに宮司をしているということになりますね。結構そういう方多いと思いますよ。あ、そうですか。3分の1以上はいるんじゃないですかね。はいはい。うん、でも岡田さんの場合はもう小学校の頃から知らず知らずのうちにそういったものがもう日常に入り込んでて、はい、普通小学生だったら友達と遊んだりサッカーしたり野球したりみたいな中でそのお勤めをしているというのは嫌じゃなかったですか。嫌ですよ。みんなと違う格好をしてるわけですからね、はい、皆さんがおみこし発表を着て担いでる時に私はこの格好、この格好で装束って言ってね、はい、神主の格好に頭帽子かぶって尺持ってるわけですから、はい、で浅靴履いてうろうろしてるわけですから、うん、友達同級生と違う格好ですよ、はいはい、で皆さんは好き勝手して、ね、露店が来たところで、お菓子食べてるわけです。たこ焼き食べたり、はいはい、ポテト食べたりしてるわけですよ。できないですよね。私らはそこで我慢して食べることもできずに行列に並んで行列の流れに沿って賢くしていないといけないわけですから。尺持ちながらリンゴ飴とか食べれる、食べれませんよね。私が通るのを見たらリンゴ飴超えて食べさせてくれる真似をされたりですね、はい、そんなことが平気でありましたよ。あ、でみんなに笑われるわけですね。何してんねんあれって言って、笑われるわけですね。子供心としてはね、コンプレックスですよ。すごく嫌でしたね。その気持ちは中学高校とだんだん変わっていったんですか。いや変わらずにさらに倍増していくんじゃないですか。確かにでも高校生とかね、一番思春期で遊びたい時じゃないですか。そうですよ。皆さんに例えば今の時代であればですね、携帯電話のスマートフォンにですね、待ち受け画面に自分が写ってる写真をこうされてる方多いと思います。かっこいいファッション的なスーツを着てる方がいらっしゃると思います。私らなんかは装束の格好をしてみたいに写るわけですよ、はいはい、そんなんなんですよ。やっぱそんなのね、やっぱり違和感はありましたね。でも天命と思う瞬間ってやっぱりあるんですよね、それがいつなのかって言ったら覚悟なのかなと思いますね。実際にその大きな転機で言うと、大学に入る時ってやっぱりね、今後の進路を考えるじゃないですか。その時はどうだったんですか。まあその時はまあ年齢はあんまり痛くないんですけど、バブルの時ですからね。あ、はいはい、まあ、一攫千金金儲けしてやろうという気持ちはありますよね。あ、はいはい、証券会社でも勤めりゃ年間何千万という金が入ってくるというイメージを持っていたわけですよ、はい、だからそこで儲けてやろうって思ってましたね。あ、
え、じゃあ就職活動もされたんですか？いや、実際にはですね、はい、そっちには行けなくって、あ、引っ張られるように神主の学校に放り込まれてましたね。それはご両親との関係ですか？いや、両親はあんまり言わなかったというか、まあまあ言えない環境だったのかもしれません。はあ、まあ私の祖父の部下だった方々が何人もが入れ替え立ちがあり、私を連れて回して引っ張り回して神職の学校のところに面接に行かせてくれたりですね、してきたわけですね。で、もう仕方なくそこに入ることになって、仕方なくですね、行ってましたね。はい、やることはやってましたよ。やることはやってました。やることはちゃんとやってました。はい、真面目に看護師の格好をしてやってました。ただ世の中を見た時にこれではいかんって思った時からなんじゃないですかね。それは大学時代、実際その大学は、いや、大学は行ってないですよ。私は神職養成所というところで出てますから。ああ、もうそのまま高校出て、いや、高校出て1年浪人してます。はいはいはい、はい、だから挫折を味わってます私は。はい、幼稚園から中学校1年生までは私いじめられっ子ですから、やっぱりみんなと違う格好をしてるし、みんなと違うことをしますから、はいはい、でなぜか知らん、みんなさんと同じことをするのが苦手やったみたいですね。はい、そうするとターゲットになりますよね。みんなと違うんですから。だから一つのくくりの中には自分いなかったので、はいはい、だから絶えずいじめられましたね。いじめを味わってますね。あんまりいじめられてるのが想像できないですけど。確かに今からは想像できない。その反動はあったんでしょう。そのある時一定を境に、はい、だと思いますね。だからそのおかげでいろんなものを見させてもらいました。いじめる側の人たちの思い、いろんなものを見させてもらいましたね。やり返すタイプではなかったんですか？やり返す環境になかった時代でしょう。はい、集団リンチとかありますからね。ああ。はい、実際そんな目にも遭われたんですか？あ、当てます当てます。だから人の心の痛みを知ってるんです。悲しさを知ってるんです。辛さを知ってるんです。これはありがたいことに私は体験させてもらえたんだなと思ってます。だから本当に辛い気持ちを持った人たちに寄り添えるんです。これはあの私としては得だと思ってます。でなかったらそんなふうに寄り添えなかったと思います。やっぱり一方向しか見てなかったら一方向の方向しかものを見れないですよ。はい、だから誠に失礼なんですけども、人の指導者となる立場の人たちはのほほんと生きてきた人たちには無理です。挫折を味わったことのある方々、本当に苦しみな経験のある方々、そしてまたその逆を体験した方々、そのだからこそ両方とも知ってるから全てをの心が読めるんですね。今伺ってて、辛い、まあ、幼少期とか何にも自分が抵抗する力がない時にこうひどい目にあったっていうことが、そこからの、だからこそ人に優しくできるっていう方に向かうこともあれば、もうそれこそ逆にですよね。そこでまあ自尊心が傷つけられて、まあ仕返しみたいな人生になってしまうことってあると思うんですよ。で、正直な話、その気持ち、あの時の思いを見返してやるみたいなことで、それを原動力にものすごく仕事に精を出して結果を出して、それで人よりもこう上に立つことで自分のこう自尊心を満たすみたいなことが実は原動力になっている方って多いのかなって思うんですけども、そこがどっちに触れるかっていうのはすごい大きな分かれ目じゃないですか。体験でしょうね。体験と人との出会い、人をどう観察して人の行動をどう受け取って自分のものにしているか、というところだと思いますよ。結局は最終的にはですね、自分が気づかなければ自分は間違ってるか正しいかもわからないわけで、人に言われて気づくものではない。結局全ては当事者なんです。そうですね。本人がどう受け取るかなんですね。岡田さんご自身は揺れなかったんですか？多分我が強かったのかもしれませんね。頑固というか、ぶれなかったですね。皆さん全ての方々、孤独が怖いんです。孤独が怖いから孤独のを感じた時に自分たちの表現方法を見捨ててしまうんですね。で自分は偉いっていうことを見せなければ自分を確保できない。だからいろんなことをやってしまうんです、人様に。